どうも、こんばんは、エネムです。今回はフェイト、グランドオーダー英霊剣豪7番勝負の、下宇の国かな、ピックアップ2召喚が来ています。雷光と主典ですね。僕は主典が欲しいですね。まあ雷光も欲しいんですけども、まあ、水着の方持ってるんで、まあ、2体サポートに並べるよりかは、視点をね並べといた方が見た目的にいいんじゃないでしょうか。というか視点の最後のイラストがすごく好きなんですね、僕は。はい、というわけで、単発10回いこうかと思ったんですけど、連続10回の方に、行かせていただきたいと思います。だから単発当たる気しないんですよね。俺だけだろうか、単発は本当に出る気がしない。あ、ロード長くね。あ、これロード長いのはこれあれなのでは、あ、虹来るのでは。別に虹じゃなくても核変とか金でもいいんだけど、多分アサシン。別にただの金でもいいやで。最近星5虹で引いてないな。ただ金が出てきてなんか出るみたいな、そのピックアップのやつか。あ、出るっていうか出すんだけど。お、いいぞ、ライダー。どうせはね、バーサーカー来てくれないとさ。お、あ、2030年のかけら、これ1個とつれたな。あー、これ5枚目ぐらいですね、多分。あとでとつっておこう。あ、ガシャ引きすぎてね、カレスポンももう1枚とつれるし、2030年も今とつれるとしね、まあ、なかなかちょっと最近はガシャ引きすぎね、自重しなきゃいけないんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、やっぱなんか引いちゃうよね。うん、新しいのが来ても引いちゃうし、うん、前出てたやつが来ても引いちゃうし、でも止める術はないね。やべえ、霊槍資格ね、これまずくね。もうそろそろあと2回ぐらいなんじゃないのね。ロード長かったのは何だったんだ結局で。おいー、サーバント全然来んやんけー。え、嘘でしょ。ね、サーバント来ないの。来た来た、やっと来たよ。ランサー、これラストなのかな。これラストなの。10枚目かこれ。あ、まだあるわ。あーちゃん、結局さ、バーサーカー来なくね。ねえ、バーサーカーピックアップ、え、視点、え、視点ってバーサーカーだよね。え、ちゃうかったっけ、あいつ何やっけえ、アサシンやっけあいつ。え、わからんわからん。え、バーサーカーやと思ってたんやけど。ちょ、庭かさらして申し訳ないが。